あっちから行こら、そこの階段お前偉いだ。もう一応車通ってもいい。トンボいっぱい飛びない？低い。飛んでもめっちゃ飛びやる。飛びやる。低いとこ飛びやろね。だったら捕まえれるやん。お前よう捕まえる？早いから捕まえれよ。俺もよう捕まえ。どうな水は。そこジャバジャバいいやるけどな。溢れてはない。溢れてはないね。10年前ね、うん、パンパンやってんで、もう、うん、もう溢れ出しそうやってんで。あんなとこに人散歩しはる。逃げるしかないよ。でもよ、こんなとこに掘ってんの。あかんね。川の流れが完全に海から上流へ見て流れだよ。でも見えるので大丈夫。そうか。隙間から入ってくる。いや、あそこ、こっから水漏れて浸かるだ。でも水って上がれてこう。こんなとこにも水あるん。あるか。雨のせい。ほら。ほんまや。雨。お前、長靴履いてこなんなんか。雨。あ、でっかい鉢。え？でっかい鉢、ぷいーって言ってた。早かった。早かった。これは、モンキチョウか。あとで100均これ。もう上がる。あ。どこ？お昼のチャイムがね、和歌山県の周りあるけどね、向こうのね、濃いは水色も聞こえてくるからね。何が何やらわけわからん音楽になってきた。お昼や、お昼。朝なるん？夕方。夕方？うん、朝に寝るから。え、朝にお昼寝するん？うん。朝やのに昼寝な。うん、あ、なんか虫おるぞ。虫いうか、これあのトンボ取りちょうちゃうこと。これでね、トンボ取れないんだよ。今度捕まえ方教えたろ。まっすぐ運んで遠く行って。遠く来てしもたね。ただね、ちうまいね。よし、100均行くか。